い、どうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はイベントプロスピパークが来たということで、プロスピパークの攻略を解説し、ネットスタジアムの累計が終わったということで、 S ランクタイムスリップ契約書の方を開封していきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずプロスピパークはどんなイベントかというと、 V ロードで試合をし、出てくる敵をコストを消費して倒していくイベントです。試練やチャレンジカップをやっても敵は出てこないので注意が必要です。そして敵を倒すと強敵が一定確率で発生します。強敵を倒すことで後に解説するスクラッチチャンスが必ず発生し、かなり美味しい報酬が獲得可能となっています。ということでポイント解説の方をやっていきたいと思います。ポイント1つ目、出た敵は基本的に全て倒してください。理由としては、このイベントでは強敵を倒した際にもらえるポイント、強敵を倒した際に必ず発生するスクラッチチャンスが一番の旨味となっています。強敵と戦うにはまずは普通の敵を倒さないと出てこないので、基本的には倒していくべきだと思います。もらえるポイントの量的には B ランクの敵はスルーするのも本来はありなのですが、今回はチャレンジカップが残っている方が多く、コストがなくなればスタミナをチャレンジカップに回す選択肢が取れるので、 B ランクも倒していきましょう。チャレンジカップが終わっている方は倒しても倒さなくてもどちらでもいいと思います。続いてポイント3つ目、スマッシュチャレンジはなるべく少ない球数でクリアをしましょう。破壊した壁の数、ホームランに応じてスコアが与えられて、スコアノルマ達成でクリアとなっています。5球以内にクリア、7球以内にクリアできればボーナスのパークポイントが獲得できます。星マークがついたボールは直球が確定なので、より集中していくようにしていきましょう。では実際に練習モードですが、一通りやってみたいと思います。まあ、こんな感じで壁を壊していきます。でライン上の方のね、壁から壊してあげると後々ね、結構楽になってきます。まあ、壁をね、点々としてね、隙間が空いてしまうと後々狙い撃ちが難しくなってしまうので、ライン上から順番に壊していくのが理想ではあります。まあ、このようにね、結構今ここのね、壁だけが1個残っちゃってるんですけど、 こうすると見やすいかな。この左右の壁がなくなってしまうと狙い撃ちがしづらくなるので、できれば順番に壊していくのが理想です。まあ、ただあくまで理想なので、壊せるとこから壊していってしまっていいと思います。よいしょ、 OK。 まあ、こんな感じで、まあ、これで普通はノルマが超えてると思います。で黄色い壁を壊してあげると30点なので、できれば30点の壁を壊していきたいところです。おい、まあ、ということで、まあ、長くなりそうなのでここら辺でカットしたいと思います。続いてポイント4つ目、ストライクピッチチャレンジでは球種の多い選手を使用しましょう。ストライクピッチチャレンジでは球種ボーナスが発生することがあり、その球種を投げるとスコアがアップします。球種ボーナスは球種の数が多ければ多いほど発生しやすくなる仕組みとなっていますので、球種の多い選手を使うように心がけていきましょう。パネルを打ち抜くチャレンジなので、球種が多くコントロールの高い選手が最強だと思います。続いてポイント5つ目、バントチャレンジはバットの下に当てることを心がけましょう。球数は5球用意されており、指定されたサークル内にボールを入れることによりスコアを獲得できます。スコアノルマ達成後もパークポイントは加算されていきますので、より高いスコアを狙っていきましょう。では実際にやっていきたいと思います。まあ、5球なので少なめですね。ミスは許されないって感じです。まあ、こんな感じでバットの下に当てていただけると結構ね、打球が死ぬので、まあ、カーソルの中心付近に行きやすいかなって感じです。惜しいですね、850点。この黄色の真ん真ん中の中心に行くと1000点なので、1000点満点のいった感じです。 OK、 まあ、うまいんじゃない結構。まあ、こんな感じでね、やっていただけるといいと思います。まあ、これちなみに練習モードです。続いてポイント6つ目、今回の主な累計報酬に関してです。まとめると85エナジー、助っ人外国人の A ランク自チーム契約書4枚、 A ランク契約書2枚となっています。協力選手の A ランクを簡単に手に入れられる貴重な機会となっておりますので、しっかりと累計はこなすようにしましょう。続いてポイント7つ目、自然回復で終わるかどうかに関してです。これに関しては完全に自然回復で進めていくと、何人か敵をスルーするケースも出てくると思いますので、あまりおすすめはしていませんが、自然回復で終わらせようと思えば可能です。ただ A ランク以上の敵をスルーしてまで自然回復にこだわる必要性はないでしょう。チャレンジカップも終わった場合はスタミナとずれた分だけコストにエナジーを使用してください。純正の方、欲しい選手が出た方のみ走るのはありでしょう。プロスピパークの攻略法に関しては以上となります。進め方は把握できたでしょうか。助っ人外国人に関しては誰を取るべきなのか、明日の動画でまとめていく予定なので、そちらを待っていてください。この情報が良かった方は高評価、チャンネル登録などしてもらえると嬉しいです。
続いてイベント期間中の得点はスタミナ回復と経験値のどちらを選ぶべきかに関してです。これに関しては V ロードのイベントなので経験値を推奨しています。まあ、本日ねイベントネットスタジアムの方をね終わらせるためにスタミナ回復を選んでしまったんですけど、明日から自分も経験値を選ぶ予定です。続いて久しぶりの選手追加でライトが追加されたということで目玉選手の能力を軽く見ていきたいと思います。まずはロッテマーティン選手、デフォルトパワー A に乗っておりリーグに入れやすいでしょう。守備の方は肩が S あるのが魅力的だと思います。限界突破でセンターレフトの方も可能です。特殊能力の方は超パワーヒッタープルヒッターレーザービームとなっています。続いて日本ハム太田選手、デフォルトミートパワー総力の全動値となっており、ミート型パワー型のコンボに絡めるのでリーグ的にかなり強いと言えるでしょう。守備の方もライトが A となっており、全体的なステータスも高いのでリアタイのスタメンを任せられる貴重な選手だと思います。限界突破でセンターレフトの方も可能です。特殊能力の方は超パワーヒッター固め打ちチャンスとなっています。続いて巨人梶谷選手、こちらはデフォルトミートパワー同値となっており、リーグ的にかなり強いと言えるでしょう。総合でミート A やパワー A も可能となっています。守備の方は限界突破でセンターレフトの方も可能です。リアタイで使うのもありでしょう。特殊能力の方はチャンス20丸固め打ち走塁となっています。続いて阪神佐藤選手、ルーキーながらパワーが79となっており、総合でパワー A が可能となっています。守備の方もライトが C、限界突破でレフト、ファースト、サードが可能と使い勝手もいいと思います。特殊能力の方には超広角打法もあるのでロマンを求めて使うのもありでしょう。他の特殊能力としてはパワーヒッターチャンスとなっています。続いて広島鈴木選手、デフォルトミートパワー A に乗っており、ライトの1番の目玉選手となっています。総合でミートパワー同値も可能なのでリーグ的に最強と言えるでしょう。守備の方もライトが B で守れて、限界突破で外野すべて守れるのでリアタイでも使えると思います。特殊能力の方は超パワーヒッター選球眼チャンスとなっています。ライトの目玉選手の紹介は以上となります。続いては勝負のタイムスリップ契約書開封の方をしていきたいと思います。まず狙いがわからないと見てて面白くないと思うので、自分の狙いを軽く紹介するとテロップの通りとなっています。狙い1人目としては浅村選手。浅村選手は3700の楽天版を持っていますが、タイムスリップはミート A や称号でミートパワー同値が狙えるということで欲しい選手の1人となっています。2人目3人目はレアード選手、阿部選手、両者とも極みにできてリーグオーダーの補強ポイントに合致するので、この2人が一番の狙いとなっています。4人目は池山選手、極みにはできないですがパワー型で補強ポイントには合致するので、当たれば限界突破コーチを使って使用する予定です。5人目は三浦選手。三浦選手は純正で使えるので当たれば嬉しい選手の1人となっています。ということで12分の5の狙いを求めてタイムスリップ3段契約書の方を開封して今日の動画をお別れしたいと思います。ちなみにね、いろいろ契約書が配布されたのでこちらも一緒に引いていきます。まあ、ゴールド契約書でタイムスリップ契約書で、ね、本日ね確か熱いぜプロスピキャンペーンのこれですね S30% も配られているので一緒に引いていきます。さあということでお願いします。よいしょ。まあ、一番は本当に一番欲しいのは阿部選手です。で次にレアード選手が欲しいって言った感じです。さあお願いします。であとねリアタイの大会中止になっちゃいましたね。結構残念でした。結構月曜からね楽しみにしてた方も多いと思うんですが、まあそれは置いといて、まあなんとかね当たりが欲しいです。お願い調子くん頑張って。さあまず2人目かな、多分タイムスリップ契約書。1人目はおお木浪選手。あれ2人目じゃなかった、何人目か。おお三浦選手。三浦選手ちょっとねリアクション薄くなっちゃいましたが、まあ純正で使えるので OK です。一応狙いの選手であったので OK。 お島内選手は称号で使えるのでいいですね。ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。外選手ナイス OK。 ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。